花沼正吉は、人形師、彫刻家、版画家。彼の作品の多くは、アメリカやイギリスでコレクションされ、d e p l e ビ s ー・ Believe It or Not やシェフィールド博物館によって保存されている。五分の肌に生えた毛まで再現された裸体の、日本人男性が、小さな仮面を手にした、等身大程度の姿が表現された作品で知られる。 これは1906年から1985年頃までサンフランシスコで展示され所有者のアートサルーンの土産物のトークンにも描かれ本人をモデルにしているこの成功な像は語り継がれ1934年に購入したロバート・リプリーは怖がらせるために夜の客間に置いた同年にシカゴ万博で展示されるなどして現在に至る1800年代後半に アメリカに移住。1880年、結核にかかり、余命数ヶ月と宣告された、花沼は、恋人、メアリーのために、自らの生人形を作り始め、寸法は同じで自分の頭髪や爪、同じ毛穴の場所に眉毛、髭、陰毛、そして葉を抜いて象にはめ込んで1885年に、完成させた。しかし生人形を見た彼女は剣をして花沼と二度と、 会うことはなかった。余命数ヶ月と言われた、花沼は誤診だったと見られ、それから10年間生存した後、貧困の中で死去した。63歳坊津。1934年、リプリーはその生人形を10ドルで購入した。この生人形は、本人の姿が成功に再現され、2000から5000とも言われる木片でありずに、接着剤、ひくぎのみで接合された。 継ぎ目はなく、漆塗りされた筋肉、骨、静脈など細部まで表現されている。また、目は医療用のガラス製のものを入れた。皮膚の毛穴は生人形に穴を開けて毛を刺した。リプリーに購入されて彼が亡くなる1949年までカリフォルニアの施設に保管された。死後、複数の施設にわたり、1994年に、 ロサンゼルスの施設に移った。その後、アムステルダムのダム広場にある施設が所有。レプリカが、ロンドンのピカテリーサーカスの施設にある。ありがとうございます。